仕様のコンタクトレンズ。これは、まあ、お気に入りというか、ずっとこれを使っています。特に問題なし。視力は0.05とか0.06とかぐらいです。コンタクトをつけると1.5。スキンソープ、これも10年選手です。私は洗顔は石鹸の方が肌に合っていて、これは薬用スキンソープ。敏感肌、乾燥肌の方へ。いろいろ試してみるんですけど、これが一番ニキビができ
味付きアイブロウ繰り出し05ナチュラルグレー。これは落ちにくいかといったら今まで使った中では落ちる方だと思うんですけど、自然な眉毛が描きやすくて急いでいても失敗しにくい。ビューティアスファンデーション40。アルビオンのパウダーファンデーションはもう気に入っているので、すぐにリニューアルするから困ってます。本当に困ってます。でもリニューアルしても結局新しくなったものをずっと使っています。最後まで見ていただきありがとうございました。おやすみなさーい。